アルバンドレイ、または、ベンドレルは、スペインカタルーニャ州タラゴナ県、バッシュパナデス郡のムニシピ。公式名は、カタルーニャ語のエル・ビンドレル。自治体名は、カタルーニャ語の姓であるビンドレルに由来する。アルバンドレイ近くのブドウ畑カタルーニャ州の州と、バルセロナから 72km、タラゴナ県の県とタラゴナから 30km の距離に、ある。 ワインの生産が盛んなパナデス地域に含まれ、クマルカとしてはバッシュパナデス群の成長所在地である。自治体域には観光客を集めるクマルガ地区、3、サルバドール地区など地中海沿いのビーチもあるが、中心市街地のアルバンドレー地区は地中海から内陸に約4キロメートルの距離にある。カタルーニア州ではローラーホッケーが盛んであり、国内一部リーグである。 OK リーガに所属する CE バンドレーがアルバンドレーで活動している。サンビセンスダ・カルデルス駅サンビセンスダ・カルデルス・アルバンドレーの地域には中心市街地であるアルバンドレー集落の他にも複数の人口密集地がある。そのうちの一つがサンビセンスダ・カルデルスであり、1946年までは独立したムニシピオだった。 1011年の文書に記されている城の痕跡は全く残っていない。旧市街を形成している家へはその多くが19世紀に建てられたものであり、この時期には町の人口が回復した。教区教会は中世の教会の廃墟があった場所には1784年に教区教会が再建された。が,が修道院の所有地の一つとして、 クマルガが1180年の文献に登場する。クマルガのビーチは観光客向けのリゾート地であり、アルバンドレーの自治体にとって重要な観光資源である。1920年には初めてホテルや短期滞在用アパートメントが建設され、現在では多くの宿泊施設がある。その立ち中海に面したサンサルバドール地区にはロマネスク様式の礼拝堂がある。 オリジナルの礼拝堂は11世紀に建設されたが、その後全面的に改修されており、オリジナルの工人は残っていない。14世紀の文書にはすでに記載されていたフランカス要塞邸宅が保存されている。この間、フランカス家の農場内家屋は現在では、レストランとして営業している。2014年の人口は36,719人だった。 この地域の集落の起源は10世紀である。三区が修道院の土地の一部と交換することで、キリスト教徒が再征服、再入植を行った。1037年には初めて文書で研究され、ベンレルの危険性について述べられている。中世のカタルーニャ地方最大の都市だったタラゴナに、通じる主要道路に近かったことで、町は急速に発展した。1183年、 中道院の財産とこの土地の住民を保護することを制約したベルナト・デ・パピオルに町の設立認可が与えられた。1469年、アラゴン・オーフアン2世がモンソンで開催された法廷にこの町の代表者を召喚し、戦争を継続するために町の財産を差し出すように命じた。18世紀初頭のスペイン継承戦争後、 アルバンドレーは借金の担保として一時的に王国に併合された。1814年4月1日、スペイン王フェルナンド7世は亡命先からの帰国途中にアルバンドレーで休息を取った。1830年代の第一次カルリスタ、戦争中には町の住民の安全を保障するために要塞化が決定された。19世紀を通じて町は着実に成長したが、 1890年には、どうの木につく、外中フィロキセラが蔓延して、ワイン産業が打撃を受けた。町を取り囲んでいた、中世の死壁は、パルドモンだけが現存している。この門は1623年完成の邸宅に面しており、そのファサードは18世紀のズグラフフィートで装飾されている。今日には、アペリエスフェノサ財団の本部として使用されている。 アルバンドレー教区教会は、セイサルバドールに捧げられている。オリジナルの教会は14世紀に建設され、その後再建されて18世紀に増築された。バロック様式のファサードを持つ大規模な建物であり、ファサードには、手狼が付け加えられている。ジュゼップ・ルメウの作品、エル・エインジルは、風光系である。教会内部には側面に礼拝堂を持つ3つの神道を、振動。 ソデロー、ドームがある。教会の扉は、聖サルバドールの彫像である。町の最大の祭礼は7月であり、同時に、聖アナの祭礼も行われる。この町には、人間の塔の長い伝統があり、1926年に、人間の塔のチームが設立された。彫刻家のジュゼップカニャスイカニャスが制作した人間の塔のモニュメントがある。中心地のアルバンドレー地区など内陸部では、 サービス業が経済基盤となっており、その他には農業と工業が主要産業である。主要な作物はブドウ、イナゴ豆、オリーブであるが、農業の景気は芳しくない。地中海沿いの地区では観光業が発展している。クマルガ地区を除いてインフラ基盤は整っていないため、営業しているホテルやレストランは小規模から中規模である。国際的なチェリストのパウカザルスは、 アルバンドレーに生まれた。カザルスは亡命先のプエルトリコで死去したが、遺言により出生地のアルバンドレーに埋葬されている。アルバンドレーの市街地は地中海から4キロメートルほど内陸にあるが、地中海沿いにはリゾート地のサンサルバドール地区がある。カザルスはサンサルバドール地区に別荘を持っており、しばしば家族と共に別荘で休日を過ごしたという。 サンサルバドール地区にはパウ・カザルス博物館があり、1909年に建設されたこの建物にはカザルスに関係する音楽資料などの死没に加えてカザルスの亡命のきっかけとなったスペイン内戦にまつわる資料や映像が豊富に展示されている。詩人、劇作家のアンジャル・ギマラーが暮らしたギマラー帝は1974年に アンジャル・ギマラー系博物館として開館した。代表作の定地や海と空などを執筆した机、写真、その他の私物などが展示されている。建物の周囲は公園となっている。ギマラーは21回もノーベル文学賞にノミネートされたが、政治的な意見表明が議論の対象となったことが理由で、結局その死教までに受賞することはなかった。 ありがとうございます。